セーブボタンを押したらもうなんかあとがもうちょっと昔の感じのちょっとなんか来ましたね。このこれも iPhone なんでメールが来たりとかするんでね、それもなんか iPhone らしいかなと。一番 iPhone で撮ったりとかしてて面白いのが電話がかかってきて途中で映像止まっちゃったっていうのがよくあって、それがまあいいも悪いもこのやっぱ iPhone で電話なんで面白いカメラだなと思って僕はこうやってライフログをちょっと撮ってます。